バイデン大統領は17日、アメリカの債務上限の引き上げをめぐる与野党の協議が合意に達すると確信していると述べ交渉の継続に意欲を示しました。バイデン大統領はこのように述べた上で、 共和党が債務上限を引き上げる条件として求める政府の歳出削減の交渉に応じる構えを見せましたその上で自身が日本で開かれる G7 主要7カ国首脳会議に出席している間与野党の実務担当者が交渉を続け21日にアメリカに戻った後再び記者会見を開くと説明しました共和党のマッカーシー院議長もこの日会見し 21日までの合意は可能だとの見方を示しています。